聖公会、アングリカンチャーチは、イングランド国教会の系統に属するキリスト教の教派。聖公会は自らを、聖法教会におけるカトリック教会とプロテスタントの中間として位置づけ、そのことから、中道の教会であると自認している。世界各地にある、聖公会の諸教会の世界的連合を、アングリカンコミュニオンという。聖公会という看護名称は、 ニケヤ信仰及び、スト信仰に出てくる、聖なる、行動の境界という意味であり、非公式には19世紀中央から、香港、中国で使われ始め、正式には1887年から、日本聖公会で、その後中華聖公会、大韓聖公会でも用いられるようになった、名称である。アングリカンコンパスローズ聖公会の、シンボルマーク聖公会の信仰の基盤となる、 教条としては、1563年に制定された、イングランド国教会の39カ条があるが、全聖公会に必須の教条というわけではない。聖公会の日本での組織である、日本聖公会においては批准されていない。新教と革命中の1646年には、カルバン主義に基づく、ウェストミンスター信仰告白が、 イングランド・スコットランドに共通する教条として宣言されたが、1660年の王政復古によって廃止された。その後、1689年の名誉革命の後、スコットランド国教会においてはこの教条が再度採択され、世界中の長老派教会において教条とされて、現代に至るが、イングランド国教会及び聖公会の諸教会においては、 協状としていない。協会一致のための最低条件として、全聖公会が信任する協状としては、1886年、シカゴで開かれた、米国聖公会の総会にて可決され、2年後の1888年に、開かれた第3回ランベス会議で承認された、シカゴ・ランベス4公領がある。救いに必要なすべてのことを載せたものであり、 信仰の規範と究極の標準としての旧約と新約の聖書。洗礼の象徴としての使徒信教とキリスト教信仰の十分な宣言としてのニケア信仰。キリストの制定ごと彼によって命じられたエレメントを間違いなく使って執行される。キリストご自身の制定に係る洗礼と種の晩餐の二つのサクラメント。 神がご自分の教会の一致の中に召された国民や人民の様々な必要に対応して、その運用方法を地方的に適合させる歴史的主教職。聖功会には、伝統的な天霊を文字カトリック的な傾向が、強い高教会派、天霊派、ハイチャーチ、アングロカトリックと、福音主義的で、プロテスタント的な傾向が強い提教会派。 福音派、ローチャーチ、エヴァンジェルズ、ロー、チャーチ、エヴァンジェルズ、またその中間的な姿勢で自由主義的な公共会派、改革派、長老派、改修派など教派、ブロードチャーチ、リベラルズがあるが、これは正式な教会組織ではなくて、いずれも同じ主教の監督下で運営されている。もともと、聖公会は、 クエイカーやメソジストなどプロテスタントの多くの教派を生み出した母体で様々な考えの人々を許容、包含している。また、人、教会により、濃淡には違いがある。また、ハイチャーチ、ローチャーチという分類はあくまで天冷面において伝統的であるか否かであり、社会的思想や組織体質、また進学的理解においての保守的、 革新的な傾向とは必ずしも一致しない。天霊面では伝統的でありながら思想的にはリベラル傾向である教会、聖職者やその逆のケースも多々存在する。アングリカンコミュニオンのエンブレム、コンパスローズは1954年、米国ミネソタ州ミネアポリスの聖マルコ大聖堂で開催された第2回国際聖公会会議のために作られ、 1988年に現在のデザインにリニューアルされて第12回ランベス会議中にカンタベリー大聖堂の床に置かれた。中央はイングランドの国旗である成城寺十字。十字架の周りに真理はあなたたちを自由にするとギリシア語で刻まれており、コンパスは聖公界の世界中への広がりを思い起こさせる。一番上のマイターは 教会の革新にある主教性と、首都継承を象徴している。両脇の4名は、アコライト。中央左側の司祭は、アルブと白のストールを着用し、中央右側の主教は、白のチャジブルと金色のマイターを身につけ、巻き杖を持っている。立教学院所生徒礼拝堂典型的、伝統的な聖光会の聖堂内観句札、聖バルナバ教会門の上に、聖母。 マリアの彫像がある、聖公会は、宗教改革の中からイングランドで生まれた、イングランド国教会を母体とする一教派であるため、抗議のプロテスタントに含まれるとみなす見解もあるが、天礼様式や、組織構造など、外面的な部分に関しては、他のプロテスタント教会と大きく異なり、むしろカトリック教会と非常に近しい。カトリック教会とプロテスタントの中間というのが、 実態であり、一般的には、中道の教会、ブリッジチャーチであると自認している。ビアメディアとは、エリザベス一世時代に、イングランド国教会の競技確率に大きく、貢献した神学者、リチャード・フッカーが使い始め、後に、オックスフォード運動の先導者、ジョン・ヘンリー・ニューマンらが肉付けした言葉である。これは単に、中間的という意味ではなく、正確には、 あれでもなく、それでもない、これでしかないという明確な主張を表現する言葉である。ローマカトリック教会の伝統絶対主義、教皇絶対主義も、ピューリタンの極端な、聖書のみ、聖書絶対主義も取らず、あらゆる絶対主義を否定するという点が根幹である。また、途上にあるという意味も込められており、ドグマティックな結論を出さず、不完全性をむしろ誇りとして、 多様な考え方を認めて、共に考え続ける、真理の道を歩み続けるといった願意もある。これら、プロテスタント的な側面の多くは、聖教会とも類似する要素である。長野聖旧主教会、屋根に、ケルト十字が掲げられている、ブリテン諸島における本格的なキリスト教の歴史は、ウェールズ出身で432年よりアイルランドに、 伝道した聖パトリックに遡る。続いて563年には、アイルランド出身の修道士、聖コルンバが、アイオナ島やスコットランドに伝道し、さらに635年には、聖団が、イングランド北部に、リンディスファーン修道院を創建し、ケルト系キリスト教が、ブリテン諸島の主流となった。一方、九十七年には、カンタベリーのアウグスティヌスが、 教皇グレゴリウス一世の命によりイングランドへ派遣され、土着的なケルト系キリスト教と直系のローマカトリックがせめぎ合う状態となったが、664年のウィットビー教会会議でケルト系キリスト教の主張が破られたことを転機として、次第にケルト系キリスト教はローマカトリックに同化されていった。後の時代の成功会においては、 この歴史により、ブリテン諸島では、ローマカトリックより前から、独自のキリスト教文化があったとして、ケルト系キリスト教にアイデンティティを乱す動きが一部に、見られ、近代に建てられた各国の聖公会の聖堂や、母碑などにも、ケルト十字が好んで用いられるという傾向もある。イングランドでは11世紀以降、グレゴリオ聖歌を中心としたローマ天礼とは違った。 ソールズベリー大聖堂を中心としたセーラム天礼という独自の天礼様式があった。これは1549年編纂のイングランド国教会祈祷書にも影響を与えた。1380年、ジョン・ウィクリフが聖書の英語訳を行い、また神学面でもローマカトリックに古都を唱え、ロラード派と呼ばれる初期宗教改革運動が始まった。 イングランド王ヘンリー・パッセイの時代、国王の離婚問題やローマ教皇庁に対する献金などの問題からイングランドと教皇庁との対立が生じ、1534年、ヘンリー・パッセイは、イングランド王、イングランド全教会の主張とする国王史上法を交付し、ローマカトリック教会からの独立を宣言した。しかし、この時点ではあくまで、ローマカトリックの協議 天礼を残したまま国家単位での組織的な独立のみを図った。これがヨーロッパ大陸におけるルターやカルバンらの宗教改革との決定的な相違点である。後の時代にフランスで起こったガリカニスムに近い。1547年ヘンリーパッセイが崩御してエドワード6世の治世に入るとカンタベリー大主教トマス・クランマーらの主導により内容的にも 独自の宗教改革が進められた。1553年、クランマーは、ルターハとの話し合いから生まれた42カ条を作成した。しかし、同年に、メアリー一世が即位すると、ローマカトリックへの復帰を進め、42カ条は廃棄され、1556年にはクランマーも処刑された。1558年に、エリザベス一世が即位すると、 カンタベリー大主教、マシューパーカーらの主導で再びプロテスタント的な改革が進められ、エリザベス1世は1559年に改めて国王史情報を採択し、1563年にはイングランド国教会の39箇条を発布して、ローマカトリックと完全に決別した。しかし、エリザベス1世の下での改革は、ローマカトリックへの復帰も、 急進的なプロテスタント化も退りける恩恵、中立的な方針であり、ビアメディアというスローガンもこの頃に定まった。その後も、チャールズ一世の第二は、ローマカトリックに神話的な反動政策と、ピューリタン弾圧や、1567年、イライカルバン主義の長老派協会が国境となっていた、スコットランドに対してもイングランド国境界の支配を、 共用しようとしたなどの問題が契機となって、新教徒革命が勃発するなど、英国の宗教事情は、カトリック的な伝統維持とプロテスタント的な改革を行き来したが、対極的には、ビアメディアの精神が貫かれた。1784年、アメリカ合衆国の独立に伴って、米国成功会が成立し、英国領土以外では、初の独立した成功会となった。 1867年には、第1回ランベス会議が開催され、アングリカンコミュニオンという国際的教会連合となっていった。1833年には、イングランド国教会内において、オックスフォード運動と呼ばれる天礼及び神楽上の復興運動が始まり、カトリック的な伝統への回帰の動きが高まった。 他方、イングランド国教会の主催であったジョン・ウェスレーによる、改革派プロテスタントの一派、アルミニウス主義に立脚したメソジスト運動が起こされ、メソジスト監督協会として、聖公会から、分離独立するなどの動きも出た。現代においては、女性の聖職者を認めるか否かや、性的少数者に対する姿勢などの問題で、社会思想上の保守派と革新派の対立が生じており、 保守的なグループが分離独立したり、聖職者がローマカトリックに改修するなどの問題が起きている。世界各地にある聖公会の諸教会の世界的連合をアングリカンコミニオンという。アングリカンコミニオンは原則的にイングランド国教会を母体とし、カンタベリー大主教の名誉的地位を認めるが、カンタベリー大主教には、 時間区以外の全聖公会に対する再知見はない。聖公会の教会組織は、国や地域ごとに独立して、自治を行う形態をとっている。旧英国植民地を中心とする多くの地域の聖公会では、英国に橋を発した教会という意味で、アングリカンチャーチオブ国名を用いる。いくつかの国では、監督派教会として知られる。 アメリカ独立戦争の時にイングランド国教会との関係が立たれて聖職暗衆などをスコットランド聖公会の協力の下で行ったので米国聖公会がそう呼ばれるようになったからであり実際は聖公会の他にもルター派やメソジスト監督協会などの監督制の教会が存在するスコットランド聖公会が監督派と呼ばれるようになったゆえんは 長老派のスコットランド国境界が多数派かつ国境であるのに対して、また、新京都革命の時にイングランド国境界派側と対立した長老派と組合派に対してあくまで歴史的主教性の維持を重んじるスコットランド聖公会がそう呼ばれるようになった。得意な例としては、イングランド国境界にもスコットランド聖公会にもルーツを持たず、 19世紀に復古カトリック教会の流れからローマカトリックと分離し、後にアングリカンコミュニオンの一員となったスペイン改革監督教会、ポルトガルのルシタニアカトリック使徒福音教会がある。世界の成功会の主教が10年ごとに集まり、意見を交換するランベス会議が開催される。この会議には、公会議と違って最知見はなく、交流会、相互学習会的なものである。 また、1979年から、アングリカンコミュニオンの自立した教会の主座主教が、に、3年に一度、神学的、社会的、国際的な課題を協議するために集まる、全聖公会中央協議会も行われている。聖公会系の教会は、大英帝国の植民地の拡張に伴い、米国聖公会、カナダ聖公会、オーストラリア聖公会、ニュージーランド、 南アフリカ等で信者を増やしていった。現在では、イギリス国外における信者の人数が、国内の信者の人数を上回っており、その大部分は、アフリカで占められる。2種類のアングリカンロザリー、ビアメディアの精神の一つとして、多様性の中の一致という精神もあることから、多くの成功会は、エキュメニズム運動に対して、積極的である。 アングリカンコミニオンとして、世界教会協議会に加盟している。日本聖公会は、日本キリスト教協議会に加盟している。1870年の第一バチカン公会議にことを、唱えて、ローマカトリック教会から分離し、オランダドイツなどに分布する復古カトリック教会や、聖公会とプロテスタント諸教派の合同教会である、北インド教会、南インド教会、 パキスタン教会、またトマス派の流れを汲むインドのマランから、マールトマシリア教会などと完全、相互生産関係にある。また、プロテスタントの中では、様式面や、成立の経緯などの点において、ルーテル教会、ことに、北欧諸国のルーテル教会との共通点が、最も多く、1994年から2010年に、かけて、 ブリテン諸島及びスペイン・ポルトガルの聖公会と、ノルウェー国教会、スウェーデン国教会など、北欧、バルトのルーテル教会とで、相互生産及び互いの死と継承性を認め合う合意がなされている。日本においては、日本聖公会、日本福音、ルーテル教会、カトリック教会の三者での合同礼拝も行われた。カトリックの司祭によれば、 ローマ教皇の教権と統治に逆らった点で、プロテスタントであるが、首都継承の信仰と伝統を誤示する点で、カトリック教会であるとしている。プロテスタントに比べると、カトリック教会に近いという。正教会、ことに、ロシア正教会とは、神学上、教会法上の一定の神話性があったことと、ロシア帝国のローマの不調と、 イギリス連合王国のハノーバーアーサが親戚関係にあったことなどから、聖公会との関係進化の話し合いは19世紀頃から、ロシア革命までは継続されていた。近代に復興されたアングリカンロザリーと呼ばれる、ロザリオの一種は、聖教会のコンドスキニオンと同様に、イエスキリストの生涯を表す33玉である。また、近代ロシア聖歌は、 ホモフォニックシラビックな火星聖火であり、アングリカンちゃんとに類似する。ただし現在では、聖教会と聖公会との関係は、特別に深いものではなくなっている。日本聖公会においては、ウクライナ聖教会やコプト聖教会の礼拝に、自らの制度を貸し出すことが行われている。キリスト教諸教派の成立の概略を表す、樹形図。さらに細かい分類方法と経緯があり、 この図はあくまで概略である。正公会、プロテスタント諸教派、アナバプテストの系統概略。ありがとうございます。